お待たせしました、さかなクンです。こんにちは。こんにちは。お名前と学年を教えていただけますか？トムトム、小学5年生です。トムトムさん、5年生。実は去年の夏に YouTube さんのさかなクンチャンネルで、全国子どもお魚電話相談室をさせていただいたときに、トムトムさんというお名前で質問いただきました。僕は魚が大好きで、いつも本を読んだり、市場へ行ったり、自分の知らないお魚を見ると買って食べたりしています。釣りも大好きです。そうなんですね。いろいろしているのですが、魚を買おうとすると家族が大変だからやめなさいと反対してきて、魚を買うことができません。なぬー、かわいそうに。どうしたら魚を飼うことができますか？ぬぬ、そうですか。トムトムさん、ちなみにどんなお魚飼いたいんですか？海のお魚、川のお魚、湖のお魚、あとは金魚ちゃんとか熱帯魚さんとかいっぱいいますけど。本当はイカが飼いたいんですけど。イカちゃんは難しいんですね。とってもやっぱりトムトムさんが最初に飼うお魚のおすすめとしてはメダカちゃんや金魚ちゃん、すごくおすすめです。魚は何でもいいから飼いたい。あ、それでも反対されちゃったの、はい、ですね。いやー、そうか。難しいの。金魚ちゃんやメダカちゃんだったら家族みんなで愛情を持って育てやすいお魚だと思うんですけど。はい、ね、もうどうしても飼いたい、僕はどうしても魚と暮らしたいと、そのまず熱い気持ちを、ね、本気の気持ちでお願いして、トムトムさん、なんとかお魚飼いますように、もしご一緒にご家族の皆様聞いてくださってましたら、さかなクンからもトムトムさんお魚と一緒に暮らしたいという気持ちをぜひとも、温かいお気持ちで、はい、家族会議をしていってしていただけたら嬉しいなと思います。お魚の暮らしは本当に最高だと思いますので、はい、ではトムトムさん、お魚が飼えたらまた教えてくださいね。はい、はい、ありがとうございます。さかなクンと話せて嬉しかったです。あ、本当に。また機会があったらちゃんと喋りましょうね。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。その後、なんとですね、漁家族の方から大勢さんに、日本お魚検定を1級を合格すれば魚買っていいやということを、お話しされたそうで、大勢さん一生懸命勉強されて、なんと1級を合格されたということなんですね。大勢さん、すごい。これから会いに行きたいと思います。さんですね。名古屋様様、名古屋様です。大勢さん、びっくりされなかったらどうしましょう。私がびっくりしちゃうかも。
さかなクンです。おあ、どうも、おめでとうございます。こんにちは。テスさん、そうですね、もうお魚検定1級おめでたい手書きましたよ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね、頑張りましたね。で、もうお魚飼ってるんですね。はい、あの金魚キングちゃん4匹です。え、大成さん今5年生ですよね。はい、はい、5年生です。5年生5年生でそんなにもう勉強されて偉いなね。そして念願のお魚ちゃんを飼育することができたという、はい、今は金魚ちゃん、あ、金魚ね、はい、金魚とあとメダカ、メダカちゃんも、はい、金魚ちゃんは何金魚ちゃんなんですか、あのいろんな品種が、あ、和金が3匹と、うん、はい、あと龍金ちゃんが1匹です。じゃあ今はお魚が、はい、お魚、はい、はい、何かきっかけがあったんですか。あ、種子島に行ってって釣りに連れてってくれて、アジとサバが300匹ぐらい、うん、え、300匹釣ったんですか。はい、すげえ。それからなんか好きになりました。300匹すごいね。で、見た時に、あ、綺麗だなとか可愛いなって。あ、はい、テスさんの好きな魚ってイカを飼いたいと、はい、ね、ブレスもいただいたんですけど、今でもやっぱりイカも飼ってみたい。はい、イカも飼ってみたいです、うん、あの特にアオリイカ、アオリイカちゃん、コウイカちゃん、さかなクンはコウイカちゃんが好きなんですよね。ずんぐりして可愛くて、あの 目が好きです。そう、眠そうな、あと目がなったもんやですね。おめめ何を考えてんだろうってね感じたよね。朝日小学生新聞、さかなクンのお魚図鑑、教えてさかなクンのね、皆さんありがとうございます。ね、あとはエコバーグ WWF 様とギョラボで作りました。あの、さかなクンがあの いきなり登場してきて、本当に何が起こったかわからなくて、東京からあの会っていただいて本当にありがとうございました。すごく嬉しかったです。